ごご覧いいただきありがとうございます。現地7月25日に行われたピッツバーグパイレーツ対サンディエゴパドレスの一戦2対1とリードしているパドレスの7回裏の攻撃はツーアウトランナーなしでホワンソパイレーツのマウンドにはこの日の3番手サウスポーのアンヘル・ペルドモ3ボール1ストライクからの1球外ト捉えてライトスタンドへ文句なしの一発確信歩きからおそらくこのあとバットフリップも入ったでしょう 今シーズンの第20号は貴重な追加点。これでパドレスが3対1とリード。ペトコパークの興奮冷めやらぬ中、次のバッターはマニー・マチャド。その初球、当たります。98マイルのファストボールがマチャドの背中へ。外に特大のホームランを打たれた直後に、このデッドボール。しかも、大きく外れて背中へ当たる1球には、ペルドモのあからさまな意図が感じられますが、 これにはマーチャードも無前。しかしペルドモもマウンドを降りてホームプレートへ向かってきます。アンパイアが間に入りますが、マチャド、にみを効かせながらも怒りをぐっと抑えます。ただペルドモは引かず、両者の間の緊張はピークに達しますが、ドミニカ共和国出身、ベテラン37歳のカルロス・サンタナが必死になだめたこともあり、乱闘には発展せず。しかし、改めて98マイル。 非常に危険な1球でしたそして審判団は協議の結果この1球を故意だと判断ペルドも退場ですさらにまずは警告が与えられるべきではないのかと抗議に出てきたパイレーツデレック・シェルトン監督も退場審判団はピッチャーが故意にデッドボールを与えたと判断した際には警告なしでそのピッチャーを退場にすることができますが今回の処分はその判断に基づいてのものでした 翌日、ペルドモには3試合の出場停止処分と金額非公開の罰金、シェルトン監督には1試合の出場停止、同じく金額非公開の罰金処分が課されることが発表されています。ペルドモは異議申し立てを行わず、処分を受け入れています。なお、この日の試合は5対1でパドレスが勝利、パドレス側からの報復などはありませんでしたが、試合後、デッドボールを受けたマニー・マチャド。 ホームランを打ったホワンソトがこの件について語っています。 You know, uh, you know, nothing was broken, so we're good. He's not right, you know. And then after he hit him, he like literally charged to the to the plate. So I think that's that's not that's not right. He shouldn't do that. Because uh, like, yeah, he's hitting, but he's putting his teammates in damage too. Because we we got pitchers that throw hard too. So uh, if you don't want to give up homers, strike out people. So now, dead ball. Was Perdomo is 29 こちらも実はドミニカ共和国出身ですが、今シーズンはブルワーズ時代の2020年、21年シーズンに数試合の登板を果たして以来のメジャーで、ここまで21試合、20.2イニングスで三振30個、防御率3.92、ウィップ0.97としていますそして翌日、現地26日の両チームによる3連戦シリーズの最終戦はパイレーツが3対2で勝利。 この試合でもパドレスから報復めいたものはなし、パイレーツは2勝1敗でシリーズを勝ち越しています。そんなパイレーツ、開幕から1ヶ月を20勝8敗としましたが、その後は現地7月26日までに25勝49敗、特に7月は6勝15敗と大きく負け越しており、現在ナショナルリーグ中地区再開。 トレードデッドラインでは売り手に回るとされ、一部報道では今シーズン、オールスター出場も果たし、ここまで21試合で防御率4.01としている先発の27歳、ミッチ・ケラー、そして同じくオールスター出場、38試合19セーブ、防御率1.38、ウィップ0.97のクローザー、29歳のデビッド・ベットナーについても、他チームからの問い合わせには応じるとされています。 ただ、ケラーが FA となるのは25年シーズン終了後、ベッドラーは26年シーズン終了後ということもあり、相当な交換要因が必要とされること、さらにパイレーツがコンテンダーとして来シーズンに臨むためにも実現の可能性は低いとみられています一方、パドレスは現在ナショナルリーグ西地区4位、首位ドジャースとは10ゲーム差、ワイルドカード圏内までは6.5ゲームとしていますもし売り手になるのであれば、 今シーズン終了後に FA となるクローザーの29歳、ジョシュ・ヘイダー。そして、シーズン序盤こそ不安定でしたが、5月以降は防御率1.88、6月以降は10試合で0.78とし、シーズン通算でも21試合114イニングスで2.61、ウィップ1.27で、キャリア2度目のサイ・ヤング賞も狙えるのではとされる30歳のブレイクスネル。この2人が 放出候補の筆頭となりそうですご覧いただきましてありがとうございましたよろしければチャンネル登録をお願いいたしますじゃんけんぱん